いろんなね、あのショットの種類を、まあ、使い分けるということをここでちょっと説明したいんですけども、例えばこの、ね、スネアあって、タムがあって、ハイハット、ライド、こういうね、各種シンバルありますけれども、全部同じだと思ってる人結構いるんですよね。例えば、まあ、そういう人に限ってちょっとこう握り込んで無理な打ち方してる人多いんですけど、これね、全部硬さ違うってことを気づきません？例えば同じシンバルだとしても、ハイハットなんかは2枚重ねになっててギュッて踏んでるんで、これかなり硬いんですよ。そうすると跳ね返りの感覚とかも違うわけですよね。それにハイハットも音色の表現いろいろやんなきゃいけないですから、でこのチップ当たってる時と、このショルダーのところが当たってる時と、もうちょっとこう斜めの角度から入ってる時と、これリバウンドから何から音も違うし、全て変わってくるんですよね。でタムなんかは結構柔らかい方です。で柔らかいっていうことはリバウンドがちょっと少ないので、しっかり打たないと音が出ないってことですよね。はい。で、特にスネアはもう本当に無数の音色使い分けなきゃいけないですね。まあドラマの個性スネアにあるって言っても過言じゃないので、そうするともういろんなショットを使い分けなきゃいけないということですね。で、まあスネアはじゃあ最後に置いとこうかな。じゃあまずハイハットは、僕は、このチップとショルダーが両方当たる位置、これ何も考えてない人本当多いんですけど、両方当たる位置にを基本にしてます。でちょっと強めに当てたい、強めというか何ですかね、こう男らしい感じが出したいんだったら、ちょっと斜めの角度からあんまりチップ当たんないように、でもちょっとこう繊細でおしゃれな感じが出したい時とかはチップ中心になったりしますね。はい。でタムはこれちゃんと真ん中打たないと、例えばスネアはね端っこの方を叩いたりとかが許されてるますけど、タムってねあんまり端っこの方打つといい音しないんです。だらしない音しか出ないんですね。割とこれ真ん中あたりをしっかり、ここはちょっと考えてあげないと、だからといって音を鳴らすために強く打ちすぎると、まあ、今度はスピードの妨げになると。でこの辺ですね、ライドシンバル、やっぱカップ打つときになると、カップチップで打ってもあんまりなりませんから、音量出ませんから、ちょっとこのショルダー付近になりますよね。でライドは、ちょっとツンツン音が立つように、しなきゃいけませんね。そうすると角度とかも考えなきゃいけないですね。跳ね返りも考え、シンバルもそうです。シンバルは何というか、こうちゃんと鳴らないといけません。まあ、強い時弱い時ありますけれども、ちゃんと音の芯が鳴ってこなきゃいけないので、この振り幅っていうんですかね、腕で押すような時もあるし、はい、まあ、こう投げるみたいにして打つ人もいますけれども、はい、まあ、そういう、自分の中でのイメージ、これちゃんとしっかり、持ってください。どれが一番自分にとっていい音がするのか。はい。それでスネアなんですけども、もう本当にみんなもっと考えてくれと。真ん中打てばいいって思ってる人がちょっと多すぎて、いいんですよ。真ん中打つこと自体は、決して間違いではありません。音の芯が一番よく出る部分です。ね、オープンリムショットかけなくても、
で、まあ、多分なんかこうフュージョンとかねラテン系のものとか、そういうフィルをやる人だったら分かるんですけど、スティックのこの侵入している距離、ここの長さ、真ん中狙うとこの辺まで来ますよね。その半分ぐらいでやると音は軽いんですけど、こういう音も出ますね。で、僕ね、実はど真ん中ではど真ん中も叩きますけど、実はなくて、ちょっとだけ端に行くことが多いんですよ。クローズリムショットってあるじゃないですか。いわゆるこういうやつですね。音が抜ける位置ってのがあるんですよ。例えばど真ん中持つと音詰まりますよね。とかこのリムの端っこまでこれ持ってちゃうとやっぱり音詰まっちゃうんです。でここを離して中心避けてあげると、こういう音抜けのいいスイートスポットみたいのがあるんですね。でこの角度で、つまりなんかまあ自分がじゃあスティックをまあこう持ってるとしたらっていう考え方から来てるんですけど、実はすごく明るいなりを稼げるんじゃないかと。この角度でマッチ度で持ってたらこういうことになりますよね。この角度をまあこう打ってあげるということですね。であんまり浅いともう本当にヘッポコな音しかしないんで、ちょっとそれを深めに入れてあげると、真ん中で打ってる時の音のシーンみたいのを殺さないで、なおかつ明るい膨らみ余韻を得ることができる。真ん中と比べましょう。はい、明らかに、ちょっと違うと思うんですね。でこれファンク系のドラマーとかってもうすごい使ってるんですよ。この端っこの方使うとかもね。はい、まあこういうことをですね、まあ侵入角度とか、ね、こういう角度とかこういう深さね、この位置とかどこを打ったらどういう音が出るのかってことを、本当によく考えて、使ってほしいです。上手い人、それからねいい音出してる人、個性的な人、まあ、いろいろいますけれども、やっぱり音の出し方をよく熟知した上で自分が選びたい音っていうのをみんな作ってますから、どうしてもなかなかなんで俺の音って、こういう個性がないんだろうとかね、もしくは憧れのドラマーがいて、その人と同じフレーズ叩いてるのに全然違うものに聞こえるって場合は、大体こういうところに原因があると思ってもらっていいです。音作りの前の段階ですね。どういうふうに打つのか、どういう角度で、どういう力加減で打つのか、これを、考えないと、せっかくいいドラムセット、いいシンバル持っててもまるで生かされないということを、よく考えてください。